あります。すひこです。それでは今回なんですけども、水保銀行最大1万円キャッシュバック、水保レッドスマートデビット20%還元キャンペーンということで、今回はあの水保銀行でかなりお得なキャンペーンが発表されたので、そちらについて解説していこうと思います。 それでは早速こちらですね。水穂レッドスマートデビットのご利用で、ご利用金額の20%を漏れなくキャッシュバック。そして下にも少し出てるんですけども、iPhone をご利用の方は、水穂スイカの新規発行で、さらに20%キャッシュバックということですね。いやー、ここに来てまさかの水ほ銀行も攻めてくるという感じでしたね。 で、そもそも水ホーレットとは何故やということなんですけども、水ホー銀行を利用されている方はご存知の方は多いかと思うんですが、この水ホーレットのアプリに水ホー銀行の口座を登録するだけで、コンビニ、スーパー、ファミレスなどで使えるスマホ決済のアプリですね。アンドロイド、そして iPhone でそれぞれ対応しています。 そして本日からなんですけども iOS 向け水保レッドアプリにてバーチャルデビットのスマートデビットも提供を開始しました。なのでアップルペイでデビット払いが可能となって水保銀行の口座に即時引き落としがされます。ちなみに同じく写真右側の水保 JCB デビットもアップルペイに対応しました。なのでアップルペイでデビット払いが可能になるのはちょっと新鮮ですね。 そして今お伝えした情報をもとにここからはキャンペーンの詳細なんですけどもキャンペーンの期間は8月の29日の木曜日から2019年の12月15日の日曜日ということでちょっと長めですねそして利用金額の20%で最大1万円分のキャッシュバックをもらうことができるということで今回このキャッシュバックの対象となるのはスマートデビットのご利用金額の上限は5万円までということになっています で、キャッシュバックの進展は2020年の3月の下旬。なので、キャッシュバック還元が、まあ来年となっているので、ここは注意が必要ですね。そして次は、水保水化の20%キャッシュバックについてですね。iOS をご利用の方のみで、Android の方は対象外となってますので、お気をつけください。まあこの条件としましては、 iOS のスマートデビットを発行して、水保水化カも新規発行チャージが条件ということになっています。対象期間は2019年の8月の29日木曜日から10月の31日の木曜日までとなっています。で、利用金額の20%で最大1000円分のキャッシュバックを受けることができます。 で、キャッシュバックの対象となる水保水化のチャージ金額上限は5000円ということですね。そして、ここからはちょっとした登録方法なんですが、これは iOS 版のやり方です。まず、水保銀行のキャッシュカードを手元に準備してください。で、水保レッドのアプリ内からスマートデビットを選択して、 画面に沿ってご自身のメールアドレスなどの情報を入力してどんどん進んでいくと、初回登録完了画面が出ればこれでバッチリということですね。今回のキャンペーンの参加方法なんですけども、まず右上のマークをタップして、ご利用明細紹介をタップします。そしてキャンペーンの登録をタップして、ここで対象のページ内でエントリーをして、これでキャンペーンの参加完了ということですね。あとはクイックペイとかが使える店舗であれば、まあ、今回のキャッシュバックを受けることができるということになっています。ちなみに まだみずほ銀行お持ちでない方がいらっしゃいましたらみずほ銀行で3つ講座の開設する方法があります。店舗でするかインターネットでするか。 口座解説マイナンバーお届けアプリというこの3つのパターンで口座開設が可能ということになっていますまみずほ銀行は支店が圧倒的に少ないのでまあ、それが引っかかるところではあるんですけどもなのでまあオンラインとかで申し込むのも一つの方法かなというふうにも思っていますまあ、そんなこんなで今回はみずほ銀行の1万円キャッシュバックのキャンペーンについてお伝えさせていただきましたいやここに来て最近本当カード関連のキャンペーンがすごいですよねまあ、僕が今知ってる中でもイオンカード、JCB、アメックスそして今回のみずほ銀行という ということですね、まあ、スマホ決済のキャンペーンが落ち着くのをいかにも狙っていたかのようなこの戦略がまたちょっと興味深いです、まあ、一応下の概要欄に今回みずほ銀行のキャンペーンの Android と iOS そして講座開設についてのリンクも貼っておきますので気になる方はチェックしてみてくださいということで本日の動画は以上ですご視聴どうもありがとうございました